い、着替えと支度も終わりました。はい、今日なんか夏のボーイって感じなんですけど、まあこれの後ね、今から行ってきたいと思うんですけど、まあその前に、まあ、午前中から今日はお仕事もあるので、お仕事終わってからそのままワクチンの注射打ちに行ってきます。まあ今日2回目なんでね、まあ前と同じ感じかなって思ってるので、そんな不安はないんですけど、まあどのくらい症状が出るか不安があるので、ドキドキしてます。ということで、じゃ次会う時は打った後なのかな。行ってきます。バイバイ。はい、お家に帰宅しました。ただいまです。まあ見ての通り元気なんですけど、打ってから今だいたい 3,4 時間経ちました。ちょっと帰りにね、買い物とかして重い荷物を持ってたりしてたんですけど、今若干そのせいなのかなって思うけど、多分普通にワクチンのせいもあって痛い。左のここに打ちました。ここに打ったので、右利きなので左のここの方に、肩に打ちました。だから今ちょっと筋肉痛みたいな感じがすごい、こっちだけあるって感じ。まあ、実際なんか重い荷物持ったからちょっと分かんなくなっちゃうんだけど、こっちよりこっちの方全然痛いから、全然こっちが今筋肉痛。筋肉痛っていう例えでいいのかな。1回目よりも2回目の方が全然痛くなかった。同じ種類、モデルナってやつかな、同じ種類やったんですけど、全然1回目よりなんか痛くなくって、シュッて入って、あ、もう終わったみたいな、痛さはなかったです。全然痛くなかった。本当に打ったのかなっていうぐらいで、実際に多分気になるところは、まあ、熱とかも結構出やすいから、1回目は微熱が出たので、ちょっとまあまだね、多分熱とかは全然ないと思うんだけど、一応今の時点で4時間ぐらい経過した時点で測ってみたいと思います。てか皆さんお気づきでしょうか、金髪に染めたんですよ、あなた。あ、どうなんだろう、そんな熱ではない、 36.8、 ちょっと高いぐらい。でもいつも36度4とかだから、若干ぐらい熱はない、ないって感じです。また夜中とか夜ぐらいに回したいと思います。バイバイ。はい、おはようございます。寝てました。朝じゃんと思って見たら夜中でした。起きれました。今体調的にはなんか熱が出そうな前兆の感じ、なんかちょっとわかる、なんかさ、若干さ敏感になるみたいな感じがすごいするのと、もう腕がねめちゃくちゃ痛いです。こっちをこうやって、はい先生、はい先生、いけるじゃん、いてみたいな、はい先生、はい先生って感じ、はい先生、はい先生って感じ。マジでもうここまで行くだけでも痛いって感じですね。左手だけがめちゃくちゃ痛い。まあ、まだこれ以上痛くなるんじゃないかなっていうぐらい痛い。熱も測りたいと思います。なんか寝てたせいかちょっと声がガラガラなんだけどおはよう。自分の予想ね、36度9、うわ惜しくない、見て37度0。さっき何時間か前に測った時は36度8だったから、上がってますね。前回と同じ感じでちょっとずつ上がっていったから、1回目の時とちょっと似てるかも。今若干微熱になりそうな感じっていう感じです。じゃあまた回します。バイバイ。はい、今最後に撮影してから多分5時間ぐらい経ったんだから、寝ててもう本当に体調悪すぎて寝れない、やばいです。また起きたら回します。めっちゃ暗くてごめんね。ちゃんと状況説明すると、寝てて、で今朝の5時くらいなんですけど、すごい苦しくなって目覚めたら高熱状態で、熱測ったらすごいさっきの8度7だったっていう状態だったので、とりあえず頑張って立って冷えピタと、あとカロナールっていう熱を下げるやつを飲みました。今から寝れるかわかんないんですけど、横になってちょっと様子を見たいと思います。すごいきつすぎて本当にやばい、1回目と比べ物にならないくらい辛い高熱状態っていう感じです。後から見てすごい嫌なんだろうな、ね、目だけ映ってるしすっぴんすいません。バイバイ。おはようございます。起きたら39度2で、てかむしろ起きてるとか寝れなくて苦しいです。バイバイ。39度5分、今打って2日目の夕方5時なんですけど、永遠に下がらなくて苦しいです。熱下がって、熱下がる薬はもう3回くらい飲みました。はい、約24時間ぐらいが経ちました。どんどん上がってって、解熱剤飲んでも40度いっちゃいました。やばくない？どうしよう、一人暮らしだからすごい心配なんだけど、倒れなきゃいいんだけどな。また回します。頑張ります。
はい、ワクチン打ってから2日目の朝になりました。朝というかもうお昼12時くらいなんですけど、おはようございます。先ほどまでの動画を見ていただけたらすごいわかると思うんですけど、打ってから夜中まではまだ元気、腕がちょっと痛いなぐらいだったんですけど、もうその夜中過ぎたあたりからどんどん体調悪くなって、3時くらいに目覚めた時に体調悪すぎて熱測ったらその時点で熱が38度とかあって、もう本当に体調悪すぎてやばいやばいみたいな状態だったんですけど、まあ、そっからずっと次の日の朝になってもお昼になっても夕方になってもずっと体調悪すぎて熱も下がらなくて、一応その病院で処方されてた熱を下げる薬カロナールを飲んでたんですけど、それでも下がらなくて上がったりしたりしてて、もう昨日のその丸一日ずっと体調悪くて、立ったらフラフラするし頭も痛いし寝ることしかできない、もう横になってることしかできないけど、横になっても頭めっちゃ痛いしみたいな状態で、もう本当にきつかった。で40度いっちゃったので、40度って多分自分人生初かもしれないレベル、もう本当にやばくって、あもうこれ死んだ方がマシかもって思うレベルの状態にまでなりました。でそれから、まあ、頑張って乗り越えて、あのポカリスエットとか飲んだりとかで、昨日の夜初めてご飯をちゃんと食べれて、レトルトのカレーがあったので無印で買ったバターチキン美味しいやつ買ってたので、それを食べて半分しか食べれなかったけど、薬も飲んで寝て、で今さっき起きて熱測ったら36度4分になってました。まだね熱が抜けきってる最中みたいな感じで、ちょっとまだ頭がぼーっとしてて頭がまだ痛くってちょっとフラフラするみたいな感覚ではあるんですけど、まあ、まだちょっと体調は悪いんですけど、熱はなんと引きました。もう本当にね死ぬかと思った、マジ死ぬかと思った、もう昨日一日死ぬかと思いすぎて、お風呂も絶対入れないから、お風呂も入ってない状態でごめんなさい、今日は入りますちゃんと、だからちょっとヘアバンドさせていただいて、本当に辛かったです。2回目は1回目の時はあの熱は37度4とかまでしか上がってなくって、まあ微熱程度で、なんかそんな頭も痛くなかったし腕がちょっと上がんなくてめっちゃ痛いぐらいだったんですけど、今回は腕は全然痛いけど全然上がる、ここまでっていうよりもここら辺までまだ上がるかなっていうぐらいの痛さで、腕よりも熱が本当にやばかったです。同じ種類のね注射モデルナっていうやつを打ったんですけど、やっぱ2回目の方が副作用強いよみたいな、副反応強いよって聞いてたけど、え本当なんだなって、自分の場合は2回目の方が圧倒的に辛かった。でもう1回この注射2回目と同じ副反応が出るよとか、もうこれ以上の副反応出るよって言ったら自分マジで考えるかもしれないっていうレベル、どうしようみたいな、こんな辛い思いするなら打たない方がいいかもって思うレベルくらいのレベルで辛かった。でも頑張って乗り越えれました。みんなもね、あのこれから打つ子とかもいるかもしれないし、もう1回目打ったよとか、これから2回目だよとか、もう2回目も打ちましたとか、いろんな子がいると思うんですけど、打つか打たないかは、まあ、自分自身で決めていいと思うんですけど、打つ場合は2回目はこんな感じだったよっていう様子をお届けできたんじゃないかなって思います。でも本当にね無理はね全員誰もがしてほしくないから、ちゃんともし打つなら食べやすいお粥とか、自分が今回失敗したなって思うのは、軽くすぐ作れてあのすぐ入るようなものを買っとけばよかったなみたいな、ご飯がね一日本当に食べれなくったから、朝と昼夜頑張って食べれたから、その時にゼリーとかあとお粥とかなんか軽く食べれるもの、ゼリーとかなんかお粥とかその軽く食べれるものを用意しておくのがいいんじゃないかなと思います。あとはねポカリとかはあの用意しといた方がいいよって言われてたから、今回これにも助けられたかなみたいな、ご飯食べれなかった時とかをこれを飲んでなんとか乗り越えたんじゃないかなって思います。はい、ということで今回の動画ここまでになりますが、最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとね出勤で申し訳なかったんですけど、このような状況をこの動画でお届けいたしました。またねぜひ次の動画は明るい動画になってるので、そちらも見てください。ということでジンくんの部屋の杉本ジンでした。バイバイ。Bye.